今では、世界の中で、日本の焼き物は、注目を浴びる工芸品になったが、その歴史は、古く日本では、約1万2000年前で世界最古とも言われる土器が発見されている。日本の焼き物は、世界で、最も長い歴史を持っており、全国各地に、様々な陶磁器の産地が点在しており、伝統的工芸品に指定されているだけでも、その数31種類あると言われている。それを知ったので、実際に家庭で使っている器を見ると、陶器と磁器が混在し、その中でも、日本独特の和食器が趣を出している。やっぱり、日本の焼き物はいいなぁ、と、心の中で叫んでいた。では、どうぞ。日本の陶器職人の技術力への海外の反応です。和物、数雑貨を海外にも販売するセレクトショップさんが、投稿した動画のようですが、それ以外の詳細は不明。あまりにも自然で無駄のない動きで急須を作り上げていく、職人さんの技術力がとにかくすごいです。それでは、早速、動画とその反応をご覧ください。海外の反応。私も彼ようになりたいものだ。あれほどのプロフェッショナルになるには、どれだけの時間が必要なんだろうか。20年、30年、私は年を取りすぎてしまったようだ。今は、彼の作品を買うことしかできない。カナダ、これは陶芸じゃない。これは純粋な魔法だよ。一見したところ、ただの濡れた土の塊に過ぎないものが、一度、芸術家の手にかかれば、意味を、命を、完璧性を有するんだ。イスラエル。いやー、素晴らしい仕事ぶりでした。この人は才能に満ち溢れてるね。フィンランド、23歳。冗談抜きで、信じがたいレベルの技術だ。おそらく、長い時間陶芸と触れ合ってきたんだろう。アメリカ。ちょうど、この前、日本の手作りの急須を買ったばかりなんだ。それを作ってる光景には、何とも見入ってしまうよ。オランダ、42歳。急須の蓋を作るときに、全く寸法を考慮してないのに、容器と完璧にフィットしてるのにびっくりした。ああ、すごくろくろが欲しくなってきた。アメリカ、23歳。今までに数えきれないくらいに作ってきたんだろう。体に感覚が染みついちゃってるんだよ。アメリカ、42歳。すごい、動きは早いのに完璧じゃんか。アメリカ、心から愛すべき職人だ。他の作品も拝見させていただいたけど、どれも素晴らしい出来で、そして、糸も簡単に作り上げられていくんだ。本当に本当にどうもありがとう。カナダ、59歳。なんというか、手さばきが美しいよね。アメリカ。ワオ、僕も、ちょうど陶芸を始めたばかりなんだけど、彼が、どれだけの技術を有してるのか、想像すらできない。素晴らしいの一言。アメリカ。完全に限界を超えた技術力だろこれ。素晴らしく効率的で、職人も陶器も、型が素晴らしい。アメリカ、40歳。うわぁ。こういうのを職人芸って言うんだね。お見事。国籍不明。陶芸って本当に面白いよ。俺は辞めざるを得なかったけど。続けるにはお金がかかりすぎるんだ。アメリカ、24歳。上手い人のを見てるとすっごくやりたくなるよね、イギリス。陶芸の名人って言葉の定義みたいな人だ。この人が作るのを見るのは楽しすぎる。アメリカ、63歳。形を作るまでが、やばい早い。俺だったら一つ作るのに、一生かかるし、完成しても、結局ゴミのような作品に終わるだろうな。国籍不明。これだから、俺は、日本に行って修行したいんだ。陶器だけじゃなく、作る過程までもが美しいもの。アメリカ。綺麗だなぁ。本当に簡単に、だけど注意深く、忍耐強く、粘土を、どんな形にもしちゃうんだね。そしてイマジネーションも忘れてないんだ。ただただワンダフルさ。イギリス。感覚だけで完璧にフィットする蓋を作るところがすごすぎる。アメリカ、50歳。
その部分を繰り返し巻き戻してみてる。完璧で正確。アメリカ、26歳。あまりも簡単にこなすもんだから、どうしても笑っちゃうんだが。アメリカ、28歳。ありえないくらいの技術力やね。泥除けを使ってないってのに、ろくろが汚れてないし、簡単のため息。彼が触れた瞬間、粘土が彼の支配下に入ってるかのようだ。俺の場合は、ガンガン反逆してくるけども。国籍不明。すごすぎる。腕まくりすらしてない点に注目。イタリア、45歳。この人は人間じゃない。ロボットなんだよ。だって、普通の人間にこんなことできるはずがないだろ。アメリカ。これを見てると妙に落ち着くのは私だけかしら？オーストラリア、30歳。何で、この人はあんなに綺麗なままでいられるんだ？俺なんて何か作ろうって段階に入るまでに、俺自身が陶器みたいになっちゃうっていうのに。アメリカ、25歳。私には、まるで魔法みたいに見える。国籍不明。これ全部が5分以内に作られてるとか。俺の場合、土を真ん中に保つだけで半日はかかるのに。これフェイクだろ。こんな伝説的な技術が存在するのを。信じるほど俺はバカじゃないぜ。アメリカ、24歳。中心に据えること自体が難しいようですね。ヘルプ。I can't be center。美しい技術だね。技術っていうのは、人がいくらお金を積んでも買えないものだ。国籍不明、17歳。どうしたんだいハニー？息子がチャグを割っちゃったって？心配いらないよ。僕が新しいセットを5分で作るから、アメリカ。急須の蓋を完璧なサイズで作り上げた場面。個人的に一番感銘を受けたパートですけど、外国の方も驚いたらしく、そこに言及するコメントが多く見られました。ヨーロッパの王宮でも日本の焼き物が見られ、そのほとんどが伊万里だと聞き、世界でも日本の工芸品の評価が高かったことを知った。しかも、トルコでは、純金と同じ価値で取引されたと聞き、なんだか誇らしい気持ちになっていたら、陶芸教室の案内が新聞広告に挟まっていた。ちょっと覗いてみたくなったが、そうゆっくりと過ごせる時間がないので、ちょっぴり残念だが、将来の夢の日一つとして残しておくことにした。